メディアを再生するビトウィン・シャワーズ・夕立は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で監督はヘンリー・レアマン。1971年に映画研究家のアスプランドが制定したチャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演4作目にあたる。チャーリーとスターリングの女たらしは 泥だらけの通りを渡る娘を物にしようと企んでいた。スターリングは娘が通りを横断するのを見て女友達を口説いていた警官から湿気した傘を提供して何かといいようにあしらおうと考える。一方、チャーリーも同様に娘を助けようと考えた。水たまりの上に敷く私板を見つけてきたスターリングが戻ってみるとその娘がいないことに憤慨し、 傘を返してもらうよう要求したが、娘は求めを拒否した。やがて、その場に、チャーリーがやってきて、傘は、娘から、チャーリーの手に。スターリングは傘を奪い返すために警官を連れてきたが、その警官は、傘の持ち主。スターリングは警官に連行され、チャーリーはその光景を、からかいの眼差しで見送った。キーストン映画の中でも最高に目まぐるしく、最高に荒っぽく、 最高に不可解な作品、チャップリンの伝記を表した映画詩屋のデイビッド・ロビンソンは、夕立について以上のように表している。作品での演技そのものにしてもロビンソンは、チャップリンはむねキーストン調の演技をしてはいるものの、ところどころで、キーストン調ではないギャグを見せていると指摘する。ロビンソンはさらに、夕立は、コンメディアで、ダルテに近い作品とも論じ、キーストン映画の一つとして、 夕立を見れば見るほど、そこに、キーストン映画とは違う相房を見て撮ることができる。ロビンソンはそう結論づけている。なお、チャップリンは映画デビュー作、成功争いから、スターリングが監督を務めた、泥棒を捕まえる人を除く4作品で、レアマンのメガホンの下で演技をしたが、成功争いの時点で、自分のギャグが、レアマンに、 台無しにされたと思っていたチャップリンとレアマンとの相性は少なくともマック・セネットの目からして実りの少ないものに移ったようであり、レアマンとのコンビはこの夕立で終わることとなった。その後のレアマンはロスコアーバックルが起こした強姦殺人事件の検察側最重要証人としてその名を留めている。1914年制作。 2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く、ありがとうございます。